今月1日に最大震度7を観測した能登半島地震の原因について、政府の地震調査委員会は能登半島沖の海底に存在する複数の断層が動いた可能性が高いとの評価を発表しました。地震調査委員会は今月2日の臨時会合に続き。 昨日の定例会合でも一連の能登半島地震の活動について最新のデータや分析をもとに検討を行いました。その結果、今月1日に志賀町で最大震度7を観測したマグニチュード7.6の大地震の原因について、能登半島の西方沖から北方沖、北東沖にかけての海底で存在が確認されている複数の活断層が 地下の深いところで動いた可能性が高いとする評価をまとめました評価はこのほかさらに北東に位置する新潟県佐渡島の西方沖にかけての海底にある活断層の一部が動いた可能性も考えられるとしていますあそれらを総合すると、えー、複数ある 複数ある知られている活断層の深部で地震が、地震、震源断層が動いたっていう、そういうことは、非常に高い平田直志委員長は、今月1日の大地震について、2日の臨時会合では、震源となった断層は、あらかじめ知られていた断層ではないとの考えを示しましたが、その後、発生した地震の震源の分布や、 大地震が発生した際に断層がずれ動いた分布、地殻変動のデータなどから知られている断層との関係が認められるようになったということです。地震調査委員会は、大地震の発生から2週間が経過したものの、地震活動は依然として活発だとして、今後およそ2週間から3週間は最大震度5以上の地震に注意するよう呼びかけています。